今日は、まあ、日常のうちの家族の週末をお届けしたいなと思います。はい、あわいい、終わった。うわー、すごい綺麗だったね。四ズーして、四ズー、四ズー、四ズー。今日は週末の夏の私たちの家族のファミリー旅行です。なんかよくわかんないまま私は今千葉に来ちゃったんですけど、うちの旦那さんはなんかいきなり明日千葉行くぞみたいな感じの、なのでなんか急にうなぎ屋さんを見つけて、でも結構いっぱいそうだよね。でもパパは本物のカブトムシとかクワガタは好きだよ。クモだけなの。クモだけ嫌いなんだパパは。やっぱいいね。なんかそういうところで住みたい。もう絶対そのフレーズ。お、すごい。ほら、取れた。めっちゃに。あんなにずっと欲しいって言ったの。禁断の子。禁断の子。よく捕まえてくるの。あ、面白い。四十四十。今日はですね、毎週最近子供が昆虫にハマってるので、最近こういう自然の場所に来ることが多くて、今日は以上のうちの家族の週末をお届けしたいなと思います。ぜひ見てね。一番に団地がここに家があって、いつも帰ってきてるから週末に会えないんですよ。だからちょっと気になってたので、どんな家で住んでるのか、ダンディの家行ってみな。ダンディの家見に行かない。見て。おー、すごい。すごい、もうバリオル。すごい。ダンディの家見に行く。いた。私は気になるから、ダンディの家見に行こう。気にならない。ママどんな家で住んでるか気になる。ダンディの家が気にならないんだって。お、カエルだ。わー、すごい。立って立って。あー。あー。おー、捕まえた。他に。はい。あ、待って。おっとおっと。おっとおっと。おっとおっと。うん、ちょっとね、苦手。いそう。男の子って、はい、洗濯しようとしたらポケットからダンゴムシとか出てくるんだって。もうそういうの私本当に苦手だから。トトロみたいな。ここいいじゃん先輩。ずっとずっと来たかった、あの先輩の家を見に来ました。ダンダダダン。あ、これ日本にはないよね、この歌。韓国はバラエティでどこかの家を紹介するときこの歌が流れるの。ダンダダダン。あ、ゆっくり、ちょっとゆっくりしていいですか？お邪魔します。わー、すごい。ちょっと、めっちゃいいじゃん。あ、ちょっとゆっくりしたいなと。皆さん、あ、疲れた。あ、
え、先輩これめっちゃいいじゃん。いやいや、もう持ってたやつ。それも食いたいんだよな、とヘルニア。欲しい。これ結構効くよ。なんか気持ちいい。なんでこう、なんかこういうの着てこういうのやってるかってね。後でちゃんとやるから。今ちょっと人をこう休み。運転したの俺よ。だって朝から大変だったから、あーなんか先輩これ貸して、夜これやる。ヨンズ今回はどこに行くんですか？なんかね、ここ私も前仕事で来たことがあって、乗馬クラブがあるんですよ。乗馬できるところで、先輩の知り合いがやってるって言ってたから、そこ行ってみようと。え、これ何？あ、すごいおしゃれ。うわ、すごい。これ昔の本当のあれじゃないの？え、おしゃれ。え、うっそー。乗馬クラブあって、昔来たね。すごい、めっちゃいいじゃん。ドンドン。足速い。足速いよ。ほら、見て、ほら、馬さんいる。ねえ、全員の抜け殻は？ここで僕ら昔、あの、はい、食の自給率を上げようみたいなことで畑をやって、何回か来て一緒になんか農作業をやって、みんな壁を噛んで割ってる。これ、ストレスかな？なんでだろう？おい、どうしてやってんの？乗りたい。馬見に来ました。めっちゃいっぱい。私ここで前乗馬するなんか雑誌の撮影をしに来たことがあって、今思い出した。ここすごいいっぱいあるので、乗れるのでちょっと行ってみましょう。お腹すいた。優しい顔してるこの子とか。乗馬が今日いっぱいいっぱいってことだよね。いっぱいでできなかったからプール。ご飯食べて、ナイトプールと花火。ナイトプールこの前してなかったの、結構暗いかもしれない。結構暗いかも。ナイトだから。ナイトプールと花火をみんな一緒に行きましょう。うんうん、ね、じゃあ今日はナイトプールと花火をみんなと一緒に楽しもうと思います。じゃあ行きます。おら。抜け殻いっぱいあるね。天狗の抜け殻、もっとここにいるみたい。山の中じゃないですね。見て見て、ほら。もうね、うちの息子ド S なんで、俺が雲嫌いなの分かってるから、一番目立つところにもう全部雲置いてくるんですよ。見えてる？見て見て。